斉藤総一は日本キリスト教青年会同盟創主児である。日本の JR モットと言われた。1886年福岡県菊群大里村に生まれる。第5高等学校を卒業し、東京帝国大学文学部で学ぶ。1911年東京帝国大学を卒業後に第5高等学校で英文学の教授になる。ジョンモット GM フィッシャーの影響を受けて、1917年に教師を辞職して、YMCA 同盟主事に就任する。1921年には総主事になる。1924年から10年間、東京キリスト教青年会総主事に就任して、関東大震災後の復興のために尽力する。日本 YMCA 大陸事業の責任者、太平洋問題調査会日本代表、 日本キリスト教連盟県米施設として太平洋戦争開戦前後の日中と日米関係改善に尽力した。戦後は引上げ援護院初代長官に就任し、1950年まで外地からの引上げ者のために尽力する。また国連特別委員会日本政府代表も務める。また国際キリスト教大学建設実行委員長。 ユニオンカミ学校客員教授をも務める。1956年に YMCA 同盟の総主事を引退し、1960年に死去し、増子ヶ谷霊園に葬られる。ありがとうございます。